今回知人のビッグハンマーさんが宝くじ売り場にあの格好で突入したみたいですね。いや迷惑でしょうね。428を購入する模様ですね。記入が異常に早いですね。かかり気味ですね。まあ確率的にはボックスであれば1年に1回は当たる確率ですからね。まあ知らんけど。おばちゃんの手から当たりくじが放たれているんでしょうね。428のストレートとボックスを5日分手に入れた模様ですね。結果発表。スーツに段ボールで清掃ですね。頭のブレを直してますね。余談ですがこの日のために勝負パンツ履いたみたいですね。ドラッグストアでちょっとお兄さんお姉さんパンツを購入したみたいですよ。さあ抽選が始まった模様です。私も初めて見ましたが、ホームページで抽選動画が毎日配信されているようですね。台の下に矢をセットしてボードに放つみたいですね。最初の文字盤の位置がどう決まっているかはまだ現状わからないですね。ご存知の方、またコメントいただけたらありがたいです。さあ、数字が出たみたいですね。8。8。7でしたね。初回は887でしたね。パチンコとかでよくある一コマズレですね。さあ気を取り直して2日目見ていきましょう。ハンマー選手手を合わせ小さく震えながら祈ってますね。気合は十分です。2回目出た模様です。1 0 9。ここでトークが来ましたね。これはもっと上手に喋る私に対する暗示でしょうか。ナンバーズごときに言われたくないですけどね。大きなお世話です。クソが。気を取り直して3回目。ハズレが続いて手に動揺が見られますね。そんなにすぐ当たるわけもないんですけど、まあこうなりますよね。矢が刺さってなかったみたいですね。2番ヒットしました。あー7来ちゃいましたね。この時点でハズレです。ビッグハンマー選手外れが続いて体が揺れていますね。これは軸がぶれてバットに力が伝わらないダメなパターンですね。この辺で一度落ち着いてほしいところではありますが、数字が出た模様です。4 0 9。49が出ちゃいましたね。これは重たいですね。さあ今週最後の抽選に参ります。手を合わせてとうとう頭を振り出してしまいましたね。心のバランスが乱れてきている証拠ですね。7 8 5。外れましたね。それでは実況は私青空テルオハルオでした。来週もまたお会いしましょう。それでは。